え、これ被ってたらどうなるの？被ってても大丈夫なの？あ、そうなんだ。無問題。の高。はい、わ。それで感度高すぎる。これ、敵のハンター、音感度高すぎる。あ、ルール分かります？どこだったっけ？感度どこだっけ？あれ？この辺じゃなかったっけ？ほっとなったな。なんかね、すごいね、競技性が高いみたいな聞いたから、ちょっとようやく、ずっとやってって言われてたんだけど、ようやく興味が出てきた。世界大会とか見て、見せプみたいなのが結構できるでしょ、キャラによって。これ腹立つわ。なんでこれ機械叩くだけで読解できるんだろう、これ。横の読解。これね、だけが腹立つわ。まだなんかカタカタキーボードやって読解するの分かる。腹立つわ。なんかスマホ版の方がなんかテクニックとかがあるとか、あと大会とかはスマホ版が多いって聞いたけど、画質がさ、こっちの方がいいかなと思って。とりあえず、やってる。ボット戦は自分以外全員ボット。あ、味方もボットなのこれ。あ、すごいドキドキしてる。うわあ、そっちにいたのかい。え、これさ、音あれわかる？ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドフォンだったら方向わかる？えい、音関係ない、ほぼ。足音するんだ。あと、じゃあちょっと、あとで、あれにするか。あ、てか、ゲーム音でかすぎ？大丈夫？なんかあれだよね。できるだけ時間を稼ぐみたいな感じなんだよね、確か。で、読解の、あれを、時間を稼ぐみたいにやられてもいいから。タムケつけてればわかる。へえ。あ、神崎優さん、第5ライブ今後も期待してます。2000ベリか。ありがとうございます。みんなやっぱ人気なんだね。船ざめさんとかもね、第5人格すごいやってるもんね。なんかさ、僕、あれやりたいんだよね。占い師やりたいんだよね。もう先端じゃね、あれ、完全に。完全に先端じゃん、あの、なんか一つ目のマークあるし。あれ使いたいけど、なんか大会だと、なんか絶対バンされるって聞いた。強すぎるんでしょ。苦労で、なんか。あれ出せるでしょ、ドローン出せるでしょ、フクロウドローン。僕もデッドバイデイライトでよくねって思ってたんだけど、なんかね、特殊能力みたいな、そのエイペックスみたいなとかオーバーウォッチみたいな感じで、
特殊能力みたいなのを発動できるから、なんか役割分担もあるし、あと公式大会とかもあるって聞いて、競技性がなんかすごい高いみたいな。でなんか8人だっけ、8人でなんかチーム組んで、なんかハンター担当の人となんかサバイバー担当の人とみたいな感じで分かれて、なんかチーム戦でやるんだって。怖いよ。ルール分かる？みんな出ていい？これコールオブアビス見てた、しばらく。でなんかあれ、なんか猫さんっていう人がなんか曲芸師めっちゃ上手いからちょっと見てっつって見たんだけど、上手なのが分かった、駆け引きが。心音気をつけて。はい、ご一緒に直していいのかな。とりあえずこの人もナース？あっ！失敗しちゃった。これ難しくね？あ、一緒にしない方がいいの？あ、そうなの？効率悪くなるんだ。へえ。なんでそれは。デッドバイもそうなの？デッドバイはなんか一緒のところでみんなでやるってイメージあるな。いや、僕こっちがいい。カタカタの方がいい。あ、減速するんだ。自己蘇生するか。あれ？な、何ボタンこれ？F か。ジュー、気持ちいい。ファスタファスタファスタ。やはにいるんだ。じゃあこっち回すか。これ助け行った方がいい？大丈夫か。下手そう。もう下手なのがバレてる。PC 慣れるとスマホ戻れない。そうなんだ。これ解読でいいの？左上がレーダー。ほっ！黄色ダメだ。左上がレーダーになってて、チャット、あは！何これ、ヘビー語を喋ってるけど。ハリーポッター、ダイヤーさん、ハリーポッター回せていいのこれ。
イエーイ。あと一個。これは？終わってんの？エッチな声聞こえたけど。石ー！これはさすがに一緒にやっていいんじゃない？これ一緒にやった方がいい？あ、今のとこ終わってなかった？そう。あ、一緒でいい。調香師やりてー。かわいいよね、キャラが。イェーイ。カタカタ担当や。よく映画とかであるカタカタやってんの、何してんのかわかんないやつ。普通にマウス使えよっていう。ここ開ける？ほん、透明でも攻撃できんのこいつ。第五人格うまくなれるかな。また回復する。ブチュー、気持ちいい。ノーワンってさ、あの最後の発電機が解除されたら一発になるってやつ。ノーワンってあるじゃん。よいしょ。何これ暗号知ってんのこの人。111から全部試してんのかな。9999まで。見たらチャット、チャットってどうやって打つの？すみません。ゲートが開いたってあるの？ないよ、ゲート開いた。3人逃げれたらいいんでしょ、これ。もういいの、出て。でも捕まっちゃったよ。いいの、出て。なんだ。イェーイ！イェーイ！全トンゲーム。